というところで、うん、こちら、まあ、岡田斗司夫さん恋愛の取説、はい、基本女性が彼とうまくやっていくためになんていう、うんうん、女性中心の本でございます、うんうん、でもまあ一応男性にはこんな質問っていうのもあるので、うんうん、男性の方もぜひと思っています、うん、はい、では皆さんが王様か、うん、軍人か、うん、職人か、学者か、うん、どこになるかだけテストしましょう、はいはいはい、構成テストですと、うん、向かう性別の性のテスト、うん、A か B、うん、どちらかを選んでね、うん、これ A か B をチェックすればいい、そうですね、うん、A か B をチェックしていてくださいね。全部で19問あります、うん、19問、うん、A か B かをチェックしてください、うん、でこれ男性と女性で分かれるので、うん、一応分けて言いますね、うん、ではまず女性、両方やったらいいんですかね、片方だけでいいのかな、基本同じですが、うん、まあ、ちょっと聞いてください、すいません、はいはい、じゃあまず女性の方、うん、第1問目、友達は A とにかく多い方がいい、うん、B気の合う限られた人だけでいい。じゃあ男性に言いますね。友達はどれくらいいますか？ A 数えたことはないけど4人以上だと思う。 B 多分3人以下。女性の人もう一回言いますね。友達はとにかく多い方がいい。 B 気の合う限られた人だけでいい。男性の人、友達はどれくらいいますか？ A 数えたことはないけど4人以上だと思う。 B 多分3人以下。あ、でもこれそっか、これは今、うん、女性に向けてやったのは、うん、自分が考えてくださいなんですね、うんうんうん、で今後で読んだやつは、うん、彼女が彼氏にやる質問なんですよ、うん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 、なので具体的にその、うん、聞いてるんですね、うん、なんで答えが聞き方で違うかもしれないですね、うんうん、だとおそらく友達はとにかく多い方がいいと思ってるのか、うん、気の合う限られた人だけでいいと思ってるのか、うんうん、どっちかで考えてもらっていいかもしれません、うんうん、はい、シンキングタイム、インスピレーションで考えてくださいと、うん、では第2問、気に入らないプレゼントをもらったよ、うん、A どんなものでもその気持ちが嬉しい、うん、B はっきり言わないけど嬉しくない、うん、これは、男性の時は、うん、同じです、うん、なので同じ質問です、はい、うん、気に入らないプレゼントをもらった、うん、A どんなものでもその気持ちが嬉しい、うん、B はっきり言わないけど嬉しくない、うん、どうでしょうと。では3番目、叶えたい夢がある、うん、A、うん、とにかく行動あるのみ、うん、B 自分の気持ちで満足してしまいそう、うん、いかがでしょうか。ちなみに男性にやるときは、うん、叶えたい夢がある、うん、A 人に話したりなど意見を集める、 B 自分の中でひっそり計画を立てるって書いてあります、うん、いかがでしょうか、うん、では4問目、明日はパーティー、うん、A、まあ、明日はコンパって考えてもいいかもしれないですね、うん、A どんな人に会えるんだろうと楽しい気分になる、うん、B 知らない人ばかりだったらどうしようと不安になる、うん、いかがでしょうか。ちなみに人にやる場合は、うん、A 学校や職場に新人が来た、で A どんなやつかと興味津々、うん、B 自分に関係ないのであまり興味を持たないってあります、うんうん、コンパパーティーでもいいですよ。コンパなのかパーティーなのかで変わりますって感じですよねじゃあパーティーでいいです、はい、ごめんなさい、僕はパーティーもコンパも、うん、同同じ意味だったので、うんうん、パーティーにしましょうか、はい、では5番目、友達に欠点を発見、うん、それに気づいたあなたは、うん、A 嫌われないように注意を促す、うん、B
自分が我慢すればいい。これ人にやるときはほぼ一緒なので、うん、はい、いかがでしょうか。友達に欠点を発見、それに気づいたあなたは A 嫌われないように注意を促す、 B 自分が我慢すればいい。では第6問目、うん、初対面の人には A 話が途切れないように気を使う、 B 緊張して無口になりがち。初対面の人には A 途切れないように気を使う、 B 緊張して無口になりがち。ちなみにこれ人にやるときはどちらかというとよく喋る方だ、うん、B 喋らない方だ、うん、になってます、では第7問目 A 友達に選ぶ人のセンスや立場、友達に選ぶ人のセンスや立場は、うん、A 少しは気になる、 B 気にならない。これ人にやるときは、うん、友達のセンスや地位は少し気になる、全く気にならないですね、うん、いかがでしょうか。では第8問目、友達の交友関係が A 羨ましい時もある、 B 自分は自分。ごめんなさい、これ A か B 必ずどっちか選ぶパターンです、うん、どちらでもないはやめましょう、うん、はい、ネットはありましたよね、確かネットはありましたね、うん、はい、これはそういうのじゃないです。では第9問目、親友と喧嘩した A すぐに仲直りする、 B 割と後まで引く。親友ってなんだろうとかそういうのはやめてくださいねまあ友達と喧嘩をしたですね、仲のいい友達と喧嘩をした、うん、はい。では第10問目、親友を定義すると A 共通の時間を過ごして楽しい思い出をたくさん共有している友人、 B それほど一緒にいなくても辛い話や本質的な話をしたくなるような友人。親友を定義すると A 共通の時間を過ごしていて楽しい思い出をたくさん共有しているのが親友、 B はそれほど一緒にいなくても辛い話や本質的な話をしたくなるような友人、いかがでしょうか。では第11問目、一人ぼっちは A すぐにストレスがたまる、人と話したい、 B かえって気楽、いくらでも続けられる。ちなみにこれが彼氏にやるときはですね、彼女がいないときあなたは周りにいい人がいないかを探す、B いなくても平気なので探さないっていうのがありました。ちょっと分かりやすくなればいかがでしょうか。では第12問目、好きな彼ができた、まあ、好きな彼女ができた、うん、A さりげないアプローチを考える、 B 自分の気持ちが本当かを考える、いかがでしょうか。好きな人ができた、うん、さりげないアプローチを考える、自分の気持ちが本当かを考える、うん、僕はもうニヤニヤ笑っちゃうんですけど本当の気持ちってなんだよ、ごめんなさいね、うん、では13問目、うん、思ってもいない人から付き合ってと言われたら、うん、A とりあえず考える、 B とりあえず断る、要はまあ、うん、嫌いじゃない人から と言ってもいいと思うんですね、うんうんうん、すごいフラットな人から告白された時に考える、考えさせてなのか、うん、とりあえず断るなのか。だから断るのも考えるためにとりあえず断ってくるんじゃないですか。考えた結果やっぱり OK っていうことはあり得る。でも要は告白されました、うん、あ、分かりますよ、の時に考えさせてっていうのか、うん、嫌ですっていう断る、うんうん、だと思ってます。とりあえずだから完全に断ってはないんじゃないかなって。でももうっていう僕の そうすると僕、うん、とりあえず考えるとイコールになっちゃうじゃんなるんですね。イコールですよ。とりあえず考えるっていうのを考えさせてって、それだと AB にならないじゃん。保留にするのか、はい、一旦とりあえず断っておくのか。一旦断るのはでも、うん、脳が強いというふうに捉えてます。っていうのを
悩んだ時にどっちを取りますかって話じゃないですか。あの判断できない状況の時に、はいはい、とりあえずイエスって言っとくのか、とりあえずノーって言っとくのか、考えさせて、あの 両方とも考えさせてたと思うんですよ。あ、捉え方の問題が今ここで出ました。どうぞ。とりあえず考えさせてっていう状況の時に、はい、とりあえず OK を出すのか、とりあえずダメのっていうのかっていう違いなのかと僕は。人に出す時は、はい、あ、同じことだったな。思ってもない人から付き合ってと言われたら、うんうん、でもまあ最初の今の説明で、うん、A と B、はいはい、で、うん、ちゃんと分かれてるならそれでいいです、うん、はいはい、僕の中でそれは同じ色なんですね、うん、その答えって一緒じゃん。なので、うん、僕みたいな人は考えさせては 50% なんですね。 50% 断るはもう断る、とりあえず断るなのでノーなんですよ。考えさせてとノーなんですね、僕の中では。でも体調の中で僕のが違って、その答えでしっくりきて分けられているならそれでいいです。はい、今ちょっとその捉え方があるんだと思って新鮮です。そう、だからとりあえずノーってノーじゃないってことじゃないですか。とりあえずノーって言うって話。あ、でそれでしっくりくる人がいるなら、はい、分けられてるならそれでいいです、うん、はい、では14問目、うん、彼の実家がお金持ち、うん、A、うん、やったラッキー、うん、B、 なんか面倒そう。これが人に出すときは、うん、あ、彼女が実はお嬢様っていう質問でしたね、うん、では15問目、うん、デートは彼が払ってくれる、うん、A、 大事にされるって嬉しい、うん、B、 おごられっぱなしっていうのは嫌かも。これあの彼に聞くときは、彼に聞くときは、デートの時のお勘定は、うん、できるだけ自分が払いたい、うん、B、 割り勘または払える方が払う、うん、です。第16問目、うん、デートをするなら、うん、やっぱり A、 楽しいところに連れて行ってほしい、うん、B、 二人っきりでのんびりしたい、うんうん、いかがでしょうか。これちなみに彼氏にするときは、はい、ちょっとね、彼氏の場合はね、問題が17問なので、うん、ちょっとこの質問がもうなくなってます。あ、はい、そうなんですね、はい、うん、では17問目、彼、彼女にしましょうかね、うんうん、いやまあこれの場合彼なんですけど、うんうん、いきなりリストラされた、 A、 悪いけど別れようかと考える、 B、 私が支えてあげたいと思う、うん、これでちょっとなんとなく自分と当てはめて、男性の方は、はいはい、では18番、うん、別れる時、お別れの時ですね、うん、バイバイじゃなくて、うん、別れましょうの時ですね、うんうん、もうダメなんだの時、うんうんうん、はい、別れ話、A、 はい、別れ話の時、うん、A、 さっぱり別れたい、うん、B、 思い出に残る別れ方がいい。なんかそんなのがあるんだろうかってちょっと思ったりしますけど、まあ別れを切り出したい側はあるかもしれない。ああ、それはなんかその時である、あるかもしれないですね、うんうんうん、振られる側はあれですよ。そうですね。では第19問目、うん、大好きだった彼彼女、うん、別れた後は、うん、A、 どちらかというとすぐに忘れる、うん、B、 いつまでも忘れない。これあの男性にするときも一緒です、はいはい、いかがでしたでしょうか、はい、でこれで要は A が多かったか B が多かったか、うん、で数えてくださいと。いかがでしたでしょうか。ちなみに二等兵は、うん、A が14個、うん、なので、うん、全部で19、全部で今19問出しました、うんうん、もしくはまあその2択がむずくて答えられなかったところを飛ばしたとしても、うんうん、まあ A と B どちらが多かったか、うん、で数を数えていただければ、はい、ではこのまま、はい、まずじゃあ A だったっていう人、うん、大将何でした。 A です。大将 A ですか。 A10B9。なるほど、うん、あ、だからこれ迷いましたよ。これ状況によってこっちになったりするなとか、
もうどこまで行っても体調ですね。はい、なるほど、うん、あでこの男性だったら B が増える、同じ質問共通、なるほどみたいなのもあるから、そうすると B が多くなる、はい、だと答えられないってなると、うん、B と A が同数ぐらいになることもあるかもしれない、うんうん、あだからこう質問の仕方によって、なんか男性と女性、彼氏に聞くとき、はいはい、同じ質問あるじゃないですか。同じような質問ですね。同じような質問、はいはい、それ彼氏の立場で聞かれるとこうだなとか、はいはいはい、はい、それを自分自身でこうやって、まあ、この最初の質問だと A だけど、はい、彼氏の立場で聞かれると B だなとか、はい、N っぽいみたいな、なるほど、感じなので、はいはい、そうすると B が多くなるみ